はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川です奴隷のテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論から、はい、二次監視ボリンジャバンド一目金公表トレンドはありませんストキャスティックス開始シグナルが点灯ということで2時間視別はレンジ内での動きと考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します 2、はい、時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線真、まあ、横を向いております2時間足ボリンジャーバンドトレンドが全く出ておりません2時間足ストキャスティックスは買いシグナルが点灯しております2、はい、時間足一目均衡表です形状から言いますと明確なトレンドが出てない形状ということで2時間足一目均衡表もトレンドですということです はいそれでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですはいサポートラインは136円ちょうどレベル136円ちょうどレベルと考えておりますはい続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは137円ちょうどレベル137円ちょうどレベルと考えておりますはいえーとドル円ですね本日ロンドン市場の予想レンジ136円ちょうどレベルか137円ちょうどレベルということですポイント はい、米指標悪化で約1円下落も再び上昇ということで、はい、昨日ニュー,ヨーク時間荒い値動きということで、まずはアメリカの えー、長期金利が上昇しまして136円の917まで上昇したんですけれども、はい、その後、発表ありました2月のシカゴ PMI あとは2月の、えーとえー、アメリカのです、ね、消費者信頼指数が市場予想を下回ったということで135円の722まで下落とただニューヨークの引けにかけましてはまた136円。 台を回復したということで、まあ入浴時間ですね、まあ荒い値動きだったということです。はい、それでまあ、チャート形状的に言いますと、本日ドル円、えー、なんですけども。 はい、2時間足ボリンジャーバンド一目均衡表は全くトレンドが出てない中2時間足ストーキャスティックスは買いシグナルが念頭ということで、はい、ドル円本日ロンドン市場におきましてはレンジ内での動きと考えておりますドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には、えー、とレンジ内での動きと考えておりますあとですね本日の、えー、米国の経済指標のスケジュールなんですけども24時なんですけども、えー、と2月の、えー、ISM 製造業 景気指数、2月の ISM 製造業景気指数です。こちらが24時発表ということで、はい、こちらの指標なんですけれども、昨日発表されました、はい、シカゴ PMI、あとは、えー、と2月、えーと、消費者信頼感指数ですね、こちらよりもマーケットの注目度が高い経済指標となっております。なおですね3分早分かりのコンテンテツに 2月の ISM 製造業景気指数、コンテンツ作成させていただいております。ご視聴になりたい方は番組最後に開催 URL 貼り付けてありますので、お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。 はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで、ガイダメドットコモではチームハロンズの YouTube 視聴者向けに講座解説キャンペーンを行っております。詳細は概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。